天理三公館の朝鮮半島の考古美術のコーナー。ここに千子壺と呼ばれる古代のお墓の内部を復元したコーナーがあります。千子壺とは千と呼ばれる古代のレンガで築かれた棺を納める部屋を持つお墓のこと。今からおよそ2000年前の中国漢の時代、朝鮮半島北部には洛浪郡や大宝郡といった地方行政が設置されていました。そこでは中国大陸から赴任してきた役人のお墓として千子壺が作られたのです。表面にはさまざまな形の文様があしらわれています。復元された千子壺は間隔を空けて見やすくしていますが、本来は隙間なく組まれていました。なんと一つのお墓を作るのに何万もの線が使われていました。こちらには文字が書かれた線、銘文墓線が展示されています。この銘文墓線にはお墓が作られた年代や葬られた人物の名前と役職が記されています。古代のレンガで築いたお墓の部屋、それは古代の朝鮮半島の歴史を知る寄姿として天理三公館に展示されています。